はい、よろしくお願いします。今回は数3の複素数平面、強約な複素数2をお送りします。で、前回からね、複素数平面始まりまして、これが2本目です。で、今回もポイントの中に5問、そして下に1問、計6問ありますので、できそうな方はぜひね、ここで動画を止めて1回チャレンジしてみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回から引き続き強約な複素数です。で、まずね、強約な複素数について次のことが成り立つって、これまず覚えてもらいます。で、そのアルファとベータってのがあった時に、まず足すじゃないですか。アルファ足すベータって、足したものをそれにバーをつけます。つまり強約な複素数を考えた時にどうなるかっていうと、これは単純にバーが2つに分かれますよって、で、プラスの符号は変わりませんよっていうのがまず1個ルールです。で、大体のね、参考書とかには書いてあるんですけど、これマイナスバージョンを別で書いてあるんですよ。でも別にマイナスの時も成り立つよって覚えればいいと思ったんで、今回書いてないんですが、これマイナスの時もここがマイナスになるだけ、つまり a-β のバーは a バー -β バーも成り立ちます。まあこれはね、セットで覚えちゃってください。で、あともね、ほとんど同じです。アルファベータかけた時のバーも、まあ分かれますよって、アルファバーベータバーをかけたものって考えていいし、カッコベータ分のアルファ、まあ分数ですね、まあ、割り算って考えたらいいと思うんですけど、こうなった時もベータバー分のアルファバー、まあバーをね、分母と分子分けることができますっていう、まあ、全部同じだよね。分けれるよって言ってるだけです。符号も変わらないし、何もね。で、最後4番なんですが、これちょっと読み方自分ね、確認して分かんないんですけど、アルファダブルバーでいいのかな？自分ダブルバーって呼びたくなっちゃうんですけど、つまりバーが2つね。アルファバーっていう、アルファの強約な複素数、アルファバーね、を考えたときに、それにもう一回強約な複素数考える。バーをつけて。そしたら戻りますよって、アルファに。っていうのを覚えておいてください。で、もう一個。Z、ね。Z がほにゃららの時は、Z バーと Z がイコールになる。同じになるよっていう。これ Z が何かっていうと、これ実数です。つまり i がないやつです。で、逆にって言うとおかしいか。Z がほにゃららの時は、Z バーとマイナス Z が成り立ちます。で、これは、Z が、入るかな？準虚数です。つまり、i のしかないときね。で、これ簡単に言うと、まあ、前回もやったように、複素数っていうのは、どうしようかな？ a と b でいいか。まあ、a プラス bi と、こういうふうに考えます。で、これ z ね。で、それの強約な複素数、z バーっていうのは、ここね、i にくっついてるこいつの符号を変えたのが、強約な複素数になります。つまり a-bi でしょ？で、まずこっちから。z が実数、こいつね。こいつが実数ってどういうことかっていうと、i がないから、つまり今 a しかないよって状態なの。だから当然 z バーにしてもこいつはもともとないから消えるでしょ？で、よく見ると、z も a だし、z バーも a だから、あ、z と z バー同じですよねって。だから実数の時は、z と、それの強約な複素数が一致するよってことを言ってます。で、こっちね。ちょっともう一回書きますよ。で、z バーが a-bi と。で、z が準虚数っていうのは、今度こっちがないんです。i しかないからね、準虚数っていうのは。で、こっちもない。こう。で、よく見ると、z バー。こいつは、z にマイナスをつけたもので、符号を変えたもの。つまり、こうすれば、こうなるから一致するよね、これで。だから、z バーとマイナス z が同じですよ。その時、準虚数ですよって。ただし、z は0になってはいけないので、この時は。こっち実数だから、別に z0 になっても構わないんですよ。0だって実数、あれと満たすからね。なら z イコール、
Z ノットイコールか0っていうのがつきますけど、まあこういうことです、一応ね。で、このポイントの中に今書いたやつはぜひね、覚えてください。よし、では1問ね、やっていきましょう。複素数 Z が 2Z-5Z バーイコール -9+14Y、 これを満たしてます今。一つ式が与えられてる。で、この時にこれから共約複素数の性質と、これね、上のやつ、この性質を利用して Z を求めなさいって。だから単純に Z と Z バーを含んでる一個の式、方程式がありますと。で、こっから Z を求める時どうするのっていうのを考えてください。で、これは、まあ、共約複素数の性質を使ってって言ってくれてますけど、この式の両方にバーをつけます、まず。で、もちろん頭の中でやってもらって構わないんですが、まあ、今回ね、ちょっと丁寧にやらせてください。で、書きますね。-9+14i。つまり、こういう感じ。両方にバーをつけるんです。これは OK ね。両方につけるんだったら。で、まず左辺からいきましょう。さっきもやったように、まあ、マイナスバージョンですね。こいつとこいつ、ね、バーが全部ついてますけど、分けることができます。今これがアルファ。これはベータだと思ってください。分けれます。だから、2Z バー。で、マイナスは変わらない。で、5Z バーのバーになります。分けれるからね。これ利用してるからさ。で、こっちに関しては、2にバーをつける必要がないので、2Z バーって書き換えることができます。こうやってね。で、マイナス、こっちも同じなんですけど、Z バーにバーがくっつく。ダブルバーですね。そうすると、ここと同じ。だから元に戻ります。ここ。こういう風にね。で、こっちは完成です。じゃあ右側行きましょう。で、これは、-9+14i っていう一つの、まあね、複素数を考えたときに、バーがついてるから、これの強約な複素数なんですかって言われてるの。これの。これはこっちの性質とかではなくて、こいつの強約な複素数は、さっきもやったように、強約な複素数っていうのは、i がくっついてる部分の符号を変えるんだよね。だから、強約な複素数、まあ、バー抜きましたけど、考えた時に符号を変えればいいと。これだけです。こっちも同じように書いておきましょう。これで両方バーつけた時の式が完成しました。で、何するかっていうと、元々の式とこいつで連立方程式解きます。まあ、連立方程式っていうか、Z バーを消しに行きます。結局、Z を求めたいので、Z イコールホニャララにしたいんですよ。だから、まあ、ちょっとこっち順番上変えてみようか。下まで入るよね。まあ、見やすいように、ちょっと順番変えます、左辺の。こうですね。で、Z バーを揃えたいに、こいつに2をかけて、こいつに5をかけます。だから、こっちに2かけると、4Z-10Z バー、2をかけるから、-18+28i と。で、こいつに5をかけるので、ちょっとでかくなるね。-25Z、+10Z バー、イコール、5だからでかいな。-9545の -70i。で、まあ、Z バー消したいんで足し算ですね。します。そうすると、-21Z イコール -63の -42i かな。これ間違いなんないね。いいね。21割れるもんね。で、-21 全体割りましょう。そうすると、Z イコール3+2i となって Z 出てきたので、これで終了となります。いいかな。ぜひね、こんな感じでやってみてください。では今回は、高校数学の数3の複素数平面、強約な複素数丸2をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きね、複素数平面やっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。